です。マリーです。ようこそ、タネマリの世界へ。みなさん、TikTok の公式から謎の箱届きましたよ。中身は何だろう。パパ、パパ、公式から謎の箱が届いたよ。イエーイ。開けてみよう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 。どんなものかな。TikTok のぬいぐるみ。ぬいぐるみ。TikTok の携帯がたくさん。携帯のグッズぐらいかな。気になるから早く。早く。開けるよ。いい？いい？開けるよ。これいいね。 TikTok のロゴ書いてあるよ。次はこれ、パパずっと欲しいやつじゃん。海外に行って探してたよこれ。はい、これホルダーですよね。携帯の後ろに貼り付くやつ。はい、皆さん4つもあるんだ。次はハネちゃん、これはスマホのスクリーンをきれいにするクリーナーじゃない。本当だ、すごいね。じゃあこんな感じ見ようですよ。これは何だろう。メモ帳。見て、メモ帳。この TikTok のロゴ、皆さん見える？みんな、これカレンダーです。かっこいいカレンダー。うん、手帳式カレンダーですね。ここの月、 TikTok のロゴになってますね。皆さん見てください、こちらシールでございます。あ、これはスタンドですよね。なるほどなるほど。こういう風にね。はい、パパ、次は、次は、次は、おー、大きいやつ2つあるんですね。おー、トップです。おー、開けてみよう、開けてみよう。お、わー、かっこいい。お、TikTok さんのロゴがありますね。あー、いいね。これ、本当に手に入らないものですよね。嬉しいわ。実は、はい、はねまりチャンネルをご覧の皆さんにお伝えしていなかったことがございます。ごめんなさい、はい、実は、はねまりチャンネルが10月に TikTok に上げた動画、うん、ハッシュタグ TikTok ハロウィンをつけて上げた動画なんですけれども、ありましたね。はい、何個か上げたそのうちの一つが、はい、栄えある一等賞を獲得いたしました。ご覧の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ございます。見ていない方にはね、ちょっと紹介したいんですけれども、はい、こちらの動画です。はい、じゃん。はい、メスの刃のですね。はい、はい、この煉獄さんの、はい、かつこの動画は、はい、実はテレビ朝日系列で放送しております、はい、ミュージックステーションさんで、はい、ホムラを歌っているリサさんがね、歌唱する時の紹介動画として、ちょっとだけ映ることができました、はいはい、こんな少しだけの光栄です。ありがとうございます。じゃあ、はい、その当時の写真も撮りましたね。皆さん、画像どうぞ。じゃじゃん、どうぞ、どうぞ。このような画像でした。はい、ね、嬉しいですね。嬉しいね。たくさんの方に見ていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、TikTok 公式さんから、うん、はい、素敵なプレゼントをいただくことができました。イエーイ、 TikTok さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 TikTok もっと頑張ろうよ。頑張ろう、頑張ろうよ。やばいよ。誰もね、楽しみ、一生懸命ダンスするね。パパがバックダンサーで、うん、後ろでね。パパのバックダンサーもね、結構好評なので、はい、はい、頑張っていきましょう。はい、ということで、我々はね、いつも YouTuber として活動してるんですけども、実はね、この1年間、最近のね TikTok もめちゃくちゃ頑張っています。まだ、はねまりチャンネルの TikTok フォローしていない方、
見ていない方、ぜひ見に行ってね。見に行ってね。TikTok で姉マリチャンネルを入力して検索してください。はい、ということで今日の公式さんのプレゼント開封動画は以上になります。はい、画面上の Twitter、Instagram、TikTok、LINE のアカウントフォローもよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録お願いします。